皆さんこんばんは、オプションリボーです。今週はですね、4週目ということで、ワンポイント解説と、例えば戦略とかですね、仕組みとかに関連したようなお話をさせていただければと思っています。で、特に今回は、日米の選挙前ということで、大きく相場が荒れる可能性があります。まあ、その時にオプションをどういうような使い方をしたらいいのかと、まあ、戦略についてですね、いくつかご紹介させていただければと思っております。本日もよろしくお願い申し上げます。で、まずこちらが、まあ、今後のスケジュールになります。大きいところは10月の27日の日本の衆議院選挙と、それから11月の5日のアメリカ大統領選挙ですね。その前に、同日ですけども、日本時間は東証さんの新しいシステムで、まあ、立ち会い時間とかが変わります。まあ、この辺について、波乱があるかもしれないということですね。で、前々回の大統領選挙で、まあ、トランプ大統領が当選した時にですね、まあ、皆さんがそういう予想をしていなかったので、一気に、まあ、株価は下げた後、逆に急騰すると、ものすごい大きく振れたということもございました。で、こういう意味ですると、なかなか選挙は水物ですので、当たるか当たらないかがわからないと。これを踏まえて、まあ、オプション戦略を組むとすれば、どういうことをしていけばいいのかなというのの、まあ、いくつかの例をお話をさせていただきます。で、こちらの方がですね、オプションの基本ということで、コール買う権利と、プット売る権利を、まあ、売買できますので、損益曲線は4つになります。で、このコールの買いのポジションです。権利行使価格、いくらで買うというものに対して、SQ までこの価格で買えますので、日経平均がそれ以上どん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 上がっていくとですね、まあ、例えば日経平均が5万円になりましたと、権利行使価格が4万円だとすれば、安く買えますので、その権利については価格が上がっていくということですね。逆にプットの方は、日経平均4万円で売る権利を買っていた人がですね、日経平均がものすごく下がって3万円になったとすると、時価では3万円のものを4万円で売れるという形になりますので、その権利が上がりますよという。こういうのが緑の損益曲線、プットの方が、の買いが赤い損益曲線になります。で、買いと売りはですね、まあ、反対ですので、買いの、まあ、投資家の儲けは、それを売っている投資家の損失になります。こちらの方に、この、まあ、X 軸ですかね。横軸に対して、ちょうど折り返したような形の反対のポジションになります。売ってますので、コールの売りであれば、どん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 株価が上がっていくと、安く売らなきゃいけないから損をしますよというんです。で、これを組み合わせていくということになります。で、こちらの方ですね、オプションクラブで検索していただきますとですね、まあ、オプションにおなじみがない方に対してですね、まあ、簡単な説明の部分がございますので、もしよろしければそちらの方もご覧にいただければと思います。で、オプションの買いというのは、例えば自動車に乗られている方が自動車保険を買うようなもんです。そうすると、買い手はですね、通常であれば事故がなければそのまま、まあ、保険料だけが損してしまうと。まあ、損かどうかは非常に難しい言い方になりますけれども、じゃ、万が一不幸なことに事故が起こった時には、その保険によって保証されると。買っていた、権利を買っていたのでよかったねと。まあ、少しは助かりましたという。で、そういうことで考えると、オプションの買いには、まあ、コストがかかる戦略になります。例えば4万円のコールの価格が335円であればですね、1000倍とすると1枚の購入に33万5千円かかります。まあ、手数料かかりますけれども、これだけの保険料を払う必要があります。で、この下の方にですね、まあ、3つ特徴的なオプションの本質的なポイントを出してあります。タイムディケイというのはどういうことかと言いますと、まあ、時間的がどん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 経ってくると、その保険の値段自体は、価値自体はどん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 下がっていきますよということです。自動車保険で言うとすると、1年間保険期間が残っていれば価値は少し残っているかもしれませんけれども、明日満期日が来てしまうということであれば、保険料は安くなるかもしれない。
すなわち保険のその持っている価値自体は下がっていくという、まあ、こういうものを、まあ、時間的価値という言い方をします。これは時間の残った日数の、まあ、平方根の関数になります。時間的価値が毎日毎日同金額で下がっていくわけではない。特に、まあ、満期日近くになると急激に落ちます。すなわち長い期間、SQ まで長いとすると、1日1日に減少するタイムディケイの部分が小さいので、まあ、対象案とすると買うときにですね、少し長めの方がもしかするとインパクトが少ないかもしれません。それから、ボラティリティですね。高いとオプション料は高くなります。例えば事故が多くなってきたりするとですね、保証をしなくちゃいけないので、当然保険料が高くなると考えていただければ同じになります。ボラティリティですね。不確実性が高くなると、オプションの価格は高くなります。過去の水準からしてあまりにも高くなっている時とすれば、当然買い戦略としても、儲かるチャンスは少なくなりますので、そういう意味ではあまり高いところで買わない方が得ですよと。逆に言うとボラティリティが低いところでオプションを買う戦略をすると相対的には効果的かもしれません。それから、費用対効果ですね。費用対収益です。いろんな行使価格があるんですね。4万円のコールだったり、4万1000円のコール、4万2000円のコール。当然、4万2000円のコールの方が、まあ、日経平均が今現在3万8000円だとすれば、かなり遠いですので、当然、価値とすれば少ない、もしくは割安です。ただし、その時にいくら払うかというのもまた違いますので、それを費用対効果で。保険料いくら払ったに対していくらの収益があるかというのを考えていく必要がありますよと。まあ、この例で言うと、同じような、まあ、スーパーの A とスーパーの B があって、例えば同じ値段を出して同じ、まあ、質の、まあ、肉があったとすれば、当然、効率がいいのはグラム数が多いというようなことですよね。これもオプションでも言えるということになります。まあ、難しいところもありますけれども、日経平均が500円とか1000円とか1500円動いた時の想定されるような価格を計算することによって、まあ、対費用効果を計算していくということができると思います。で、買いについては、そのオプション料という形でコストが高くなります。で、これを少し何とかしたいということで、いくつか戦略を組むことができるわけです。最初お話した、例えばコールを買うだけだと、損益曲線がこの青の線になります。そうすると、まあ、オプション料っていうのはこの範囲、これだけが損失になりますよということですね。ただし、日経平均が5万とか10万とか20万とかっていくところまでは、まあ、多分そんなに1ヶ月やそこらでいくことがないとすると、この辺持っててもしょうがないので、そういうところをするためにある程度上がったとき、ところ以上についてはもう儲けはいらないよとすると、例えばこちらの例だと4万4000円のコールを買うんですけれども、その先の4万5000円のコールは売りますよと。そうするとですね、青がコールの買いの戦略、緑がコールの売りと、これ折れてる部分が違うのはこの行使価格の差ですね。この2つのポジションを合成することによって赤の損益曲線ができます。見ていただくと、青のところのコストが少し改善しますね。で、この部分も青のところからそのオプションの売りの収入がありますので、その分改善しますけれども、B を超えてくると、この例だと4万5000円を超えてくると、それ以上は儲からないよと。買いのコールの儲けが売りのコールの損を1対1で相殺されますので、ここで利益が限定されてしまうというポジションです。そう、例えば4万4500円16円買って、4万5000円コール6円で売って、4万4000円もいかなかったような場合には、6円で売ってるのは収益で、16円で買ってますので、10円の最大の損失になります。で、一方これ、行使価格の差が1000円ありますので、4万5000円を超えてくるような SQ を迎えれば、この差が1000円。それからコストが10円ですので、990円の儲けになります。まあ、比率からすれば、大きく当たれば10円の損に対して990円ですので、ものすごく、まあ、比率は良くなります。で、こちらでですね、具体的に先週末のコールの、まあ、価格を使ってですね、
例えば、まあ、急に2000円上昇したという場合に、まあ、どのくらい儲かるのかなというのを、まあ、シミュレーションをしてみたいと思います。例えば4万4000円を買って4万5000円のコールを売ると、4万4000円買いですので売り気配で買いに行くと16円、4万5000円は買い気配を売りに行くので6円だとすると、最大損失は相場が上がらなかった時にはコストが16円、6円はまあ収入になりますので、最大損失はまあ SQ の日のところで10円になりますよというようなポジションが組めるということですね。で、一方上の方はですね、 SQ ではないんですけれども、4万4000円2000円上がってるので、その時にどのくらいになるのかなと、まあ、簡易的に計算すると2000円下の行使価格の売り気配買い気配を見ていますと、買い気配が100円でしたので、まあ、このくらいまでは上がるだろうと推測するわけですね。そうすると16円が100円になりますので、こちらは84円儲かりますと。一方6円で売ってたのは41円になりますので、まあ、4万5000円の下が2000円下が4万3000円ですので、これを見ていただくと35円を損しますと。買いの方が84円のプラスで、売りが35円のマイナスですので、両方足すと、まあ、49円ぐらいのプラスになるかな。まあ、実際には需給とかですね、まあ、ボラテリティの上昇とかもありますので、こうならないことも当然ありますけれども、当初まあ推測するというか、まあ、仮計算とすると大体の感覚はこれでつかめるということです。まあ、当然オプションの理論価格の計算機なんかをお持ちの方はそれでやれば無理、まあ、正確な数字が出るかもしれません。で、ここの時に、まあ、実践上の注意で、まあ、売り気配と買い気配、例えばこれ1円の幅で作りましたけれども、流動性が少なくなってくると、ここが開いたりするかもしれません。これが、まあ、流動性があるかどうかですね、価格が正常な状態かどうかっていうのをチェックする必要があります。それからこれ売りと買いがありますので、まあ、基本的な考え方とすると、売り立て分の証拠金が当初は必要になります。で、最終的にブルーコールにすると、この売りのポジションは、それよりも低い買いのポジションを持っているので、証拠金は同じ証券会社でしていただければ減ると思うんですけども、当社の場合は、売り立て分の証拠金が必要となる場合もございます。で、それから、どんどん相場がものすごい勢いで急騰していって、例えば4万6000円、4万7000円になると、両方ともものすごい値段になるわけですね。で、その時に買いの方だけ先に閉じてしまうと売りだけ残りますので、その段階で売りの証拠金だけ必要になりますよと、また膨大な数字になるかもしれません。で、そういうことになりますと資金繰りでお金が足りないとかっていう可能性もありますので、まあ、基本的にはもしもかなりざまねになっているような時とかですね、まあ、閉じ方とすると買いの方を先に閉じると危ないので、売りの方から気圧さえをしていくようなチャンスを見ていくということですね。まあ、それからまあ応用技ですけれども、まあ、単純な売り買いで閉じてしまうという他にですね、それからオプションの、まあ、ポジションを追加したり、先物を追加したりしていることによって、まあ、ポジションを変化させていくということになります。で、これ一つの、まあ、ポイントとすると、上がったんであれば、4万4000のコールだけ16円で買って100円だったら84円儲かるわけですから、まあ、それの方がいいかもしれないと。まあ、必ず当たるんだったらそれでいいわけです。でも当たらない可能性もあるので、ものすごく上がった時の部分については、まあそこのところまで欲張らないでということであれば、6円で売ってますので、このポジション、まあ、最大損失10円と、まあ、損失を限定できるっていうのがブルコールスプレッドのポイントですね。で、最終的に、まあ、SQ まで持っていったとすると、これ1000円幅ありますので、1000円から10円を引いた、まあ、4万5000円以上になれば SQ の日に990円、まあ、手数料をかん計算してませんけれども儲けになりますよというポジションになります。で、今度はベアプットスプレッドということで、相場が下がるという時の戦略です。プットを買うだけだとコストがかかるので、より低い価格で売るプットを売ることによって、まあ、コストを低減、少し減らしていこうという戦略になります。例えばこちらの例ですと、3万4000のプッ
ットを86円で買った場合、それよりも安い、まあ、プットですね、3万3000円で売る権利のプットを54円で売った場合です。そうすると買いのコストが86円、売ってる方で54円収益が出ますので、トータルでは32円が最大損失になります。それから値幅がまた1000円ありますので、3万3000円よりも下の方に行くと、1000円からこのコストの32円を引いた968円の利益ということですね。こちらの方も合成した損益曲線です。青いところが3万4000円のプットの買い、緑のものがプットの売りですね、3万3000円。これを合成すると赤のポジションになります。で、特徴はまあ同じですね。最大損失、最大利益が限定されます。で、単にプットを買うと、そうするとコストが86円ですけれども、54円で売ることによって、まあ、例えば日経平均が2万円とかになったときは、プットを売ってなければ OK ですけれども、そういうところが少ないとすればですね、多少コストが減らすことができますよという戦略になります。で、こちらも先週の大物価格を使っての例です。プット3万4000円のものを買って3万3000円を売りましたということで、2000円下がったというふうに仮定したときに、今度は逆に2000円上の行使価格の価格で同様に計算をしていくと、まあ、最大損失は先ほどの32円です。で、急にですね、例えば次の日とかにところに下がったときに、まあ、86円のものが185円になったとすると99円の儲けですね。54円のものが125円になってしまうので71円の損です。この差ですので28円の儲けになります。で、これは、まあ、SQ の日ではないので、SQ の日まで行ったときに、まあ、3万3000円よりも下に下がれば、先ほどの1000円の差がありますので、1000円から32円を引いた部分が儲けになります。ね、まあ、実践での注意点は先ほどのコールと同じになります。で、こちらの今までお話ししましたが、ブルコールスプレッドもベアプットスプレッドもですね、万が一このように大きく荒れたときは、オプションの価格がものすごい早く変動していく可能性があります。まあ、そういうときであればですね、まあ、損失限定というポジションになりますので、そういう意味では、そこのところの利点を生かして、若干落ち着くところまで待つということもできると思います。で、今度は別の方です。大統領選挙等については、それによって大きく上がるか大きく下がるかわからないというときに、まあ、今までの説明で言えば、上がる方向にかける、下がる方向にかけるという戦略でしたけども、方向性がわかんないけど大きく荒れるというような戦略のときには、この名称はストラングルの買いという。コールも買いますけども、プットも買いますよと。基本的な、まず戦略とすると、同一元月で同枚数でのポジションを書いてます。そうすると、大きく下がったとき、プットの方で儲けが出ますと。大きく上がれば、コールの買いで、儲けが出ます。ただし、両方買いと買いになりますので、あまりちょっとしか動かなかったときには、この差ですね、コストが高くなります。で、これをどうしたらいいか。まあ、先ほどのブルコールスプレッドとベアコールスプレッドと一緒に組むようなイメージですね。それをコンドルの売り戦略と、ものすごく大暴落をした時と大暴騰した時の利益は少し諦めますよという低い行使価格のプットを売りますと、それから、高い行使価格のコールを売ると、結果としてベアプットスプレッド、左側サイドはベアプットスプレッドですね、右側はブルコールスプレッドのポジションに組み上げることによって、この動かなかった時のこの幅ですね、最大損失の額を若干減らすことができます。で、こちらがまあコンドル入りのシミュレーションですね。同じように先ほど解説をさせていただきました、こちらがブルコールのスプレッド、こちらがベアプットスプレッド両方足すとというようなものになるわけです。でも最大損失とすると動かなかったところですね。こちらの方は今度は SBI 証券さんのもので作らせていただいてます。ちょっと違うのは、これ幅が3万4000円か下のところと4万4000円か上のところがないので、こういう形で終わってますけど、実際にはこのところで最後、先ほどのようにコンドルのような形で両方に、まあ、収益が上限が、まあ、
平らになるという、まあ、そういう曲線になります。スタラングルの解ですね、こちらの場合は両方とも、冒頭暴落の時に、まあ、青天井という言い方をしてよろしいんでしょうか、最後の最後まで儲かるというポジションですけれども、そうするとここの部分で動かなかったところのコストが高くなるので、それを少し、まあ、冒頭暴落、まあ、あの確率は相当低いので、まあ、そちらの方の場合を諦めることによって、若干コストを下げていくというようなポジションを組むということになります。で、あとはタイミングなんですけれども、例えば大統領選挙前のところで本当に、まあ、上がるか下がるかゴムゴムだっていうところであればですね、まあ、同時に組むようなところもあるかもしれませんけれども、若干あの相場今現在乱高下してますので、それを加味して時間差で組み上げて、結果として、まあ、コンドルという形になるような場合もよくあります。で、本日お話したのはですね、あの非常に基本的なものです。そういうところも解説してより深くお話しさせていただいてますのが、オプションの売り棒の戦略コースになります。12月開講で今回で11回目になる募集をさせていただいております。で、特にこの辺の、まあ、複合的な戦略については、その後の、まあ、メンテナンスですね、どういうふうにして変えていくのかと、管理をしていくのかというところも大切ですので、まあ、あそこに、ね、あのなりますと非常に、まあ、いろんなケース前提をちゃんとしないとその後の対応が違いますので、まあ、それについてもお話をさせていただいてますし、一つ、まあ、その辺についてのご質問があればですね、ここにありますけれども、個別質問掲示板ということで、ご質問があれば、まあ、基本24時間以内にご回答をさせていただいて、もうご理解を深めていただくというような、まあ、コースになっております。で、オプションの方、最初のところですね、まあ、単純な買いとか売りについてはそれほど難しくありません。その辺のところの、まずは基本的なところをですね、ご入会前にですね、11月の23日になります。まあ、基本的なお話をさせていただければと思います。で、特に、まあ、使ってます日経225のコールの売り戦略ですね。これの基本原理とですね。それから、あの、今現在ですね、日経225だけではなくて、米国株のオプションとか FX オプションについても、まあ、いろんな戦略がありますので、毎週毎週の、まあ、週報ではこの辺もカバーをさせていただいてます。この辺についてもお話をさせていただいてます。で、これを基本としてですね、まあ、その後は先ほどの、まあ、個別掲示板とかですね、そういうところで、その後の複合戦略ですね、オプションの方ですね、まあ、基本をつかんでいただくと、まあ、その後は非常に奥が深くて面白い世界があると思います。まあ、その辺に皆さんと一緒に入っていければと考えております。で、本日はここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございます。先ほどの損益曲線のところにもありましたけれども、株とか先物で言えば買ったり売ったりするところが、まあ、直線で、100円儲かるかもしれないけど100円する、あの損するというようなものかもしれませんけれども、オプションの方ですね、その先ほどの損益曲線見ていただくときに曲がるんですね。そういうことによってですね、先物とか現物株の買い売りの戦略よりもより勝つと負けるというの比率を変えることができるというところで、非常に、まあ、経済合理的な部分もありますので、まあ、その辺を皆さんにお伝えできればと思っている、まあ、コースになります。本日もご清聴誠にありがとうございました。